きずるように進む傷だらけの女と竜。女の髪が怒りで浮き上がり、目の前の兵士を一瞬で両手やかに動いていた女の心臓が、兵士たちから歓声が上がります。女は砂浜に腰を落としました。鋭く息を吐く音が緩やかに落ち着きを取り戻します。立ちはだかる者を斬る。鬱陶しい連中だ。歌姫は皆殺しにする。花は破壊する。終わらせるんだ、呪われたこの力を。鬱陶しい連中だ。黙って。私の居場所が視線であること。欠けた最後の翼は刀。作られた存在だ。もし花のない世界があったら。あんまり構ってくれないけど、もっともっとおしゃべりしたいな。
場所に行かなければという悲鳴のようなかすかな声が、それがどこかはわからない。しかし彼女は声に突き動かされるように人の形をした大きな結晶、それを見た彼女は気づけば結晶へと手を伸ばしていた。脳裏に流れ込む映像、向けられた敵意に気づき、少女の瞳が赤く染まった。それはいらない。として作られた少女の物語ですか。地上の世界はあの研究施設とは随分違う。興奮してるよ。